で、それではですね、ガチャをめちゃくちゃ引きました。全部で90連かな。行き詰まってですね、まだまだ始めたところなんですけど、ノーマルじゃなくて崩壊っていう方かな、の6の9最後ボスのところでずっと進まなくなったので、それぞれ今持ってるジュエルでいいのかなとか、いろんなものをもう使い切ってですね、ガチャ引けるだけ引いてみました。で、1回目の10連で出たのがこの SSR のキラヤが出ました。で、もう順番に結果だけいきたいと思います。それかこれですね、これが1回目の10連がこういった感じです。なんか SR もいっぱい出てすごく調子のいいスタートを切ったので、まあ、これのせいでやめれなくなってしまったんですけども、まずはこういった結果でした。アモンも祭りも僕としては序盤の僕からしたらすごく使いやすいんですよ。後半どうなっていくのかわからないんですけどね。で、こちら、特にもうどれでもいいなということで、いろんな、ものを、なんて言ったらいいの、厳選の証の方と両方ね、ガチャ引いてみました。もうどんどん使った感じです。で、これの結果です。こちらもう1回目で SSRフェニベスだから20連引いて2回連続で SSR が出たんです。こんな感じかな。 SR1 枚 SSR なので、まあ相当調子のいい20連と。で、こちら30連目だんだんちょっとこう様子がおかしくなってくるんですけども、30連目は SR1 枚アモンですね。で、これが40連目です。召喚結果でもこっちはあれかな、厳選ではなくてあのノーマルの方でやってるのかな。で、50連目が、ステファニー。それからなんて読むかな、このキャラクター面白いから育ててるんですけど、序盤あんまり強くないんですよね。もっと上にレベル上げてみないとわからないですけどね。そして、まあ、いろんなガチャ行き来してたんですけども、この欲しかったキャラクターフィフィが出ました。 SSR すごい嬉しかったんですけど、あの上限解放とか僕まだまだできてないので、どうやらね、前回の動画の時に僕上限解放がレベル22になったらできるんかなって言ってたんですけど、そうじゃなくてステージの7崩壊の7章の何番目かのステージで初めてその上限解放45以上のアイテムがもらえるのかなと思うんですけど、今現状のあのフィフィはすごく弱いです。うまく使えてないんやと思う。コスト高いしね。結果としてはこんな感じですね。 SSR が1枚だけ、あとはもう R ばっかりですね。そして立て続けに SSR ヘルジナが出ました。まだちょっと分かってないので、どれを育てていいものかってところなんですけど、見た目めちゃくちゃかっこいいですよね。この時のガチャ結果がすごくて、 SR3 枚に SSR ですね。それもこのライジアっていうのを僕育てているのですごく助かりました。で、80連目 SR が4枚。ライジアも助かったし、ベアトリスもね結構僕出てるんですよ。キキも出てるかな。この辺りが覚醒とかができて、それをどうしていくのかっていうのをこれから考えていかんとよく分かってないとこなんですけど。で、ラスト90連目キキとハートンということで、もう立て続けにバーッと引いたんですけど、なんとなく、半分ぐらいは SSR が出たというところですかね。9回引いて4回 SSR かな。こんなにもらえんねやっていうありがたい。もう毎回野球の話してあれなんですけど、僕がやってる野球ゲームは一番上位の SS っていうカードが1年間やり続けて、まあ3枚ぐらい出たらいいかなっていう、一番レアなカードであれば1枚出ないかなというところなんですけど、これはまあサクサク出るし、上限解放の可能性ももらえるから非常にいいかなと思っております。ということで90連終わりました。まあ結果だけなんですけどね、なんとかこれで進めていけるように頑張ってみたいなと思います。毎回なんですけど、僕ゲーム実況以外にもね、いろんな動画このチャンネルで上げているので、ちょっとバラバラとしております。だからもしもチャンネル登録していただけるのであれば、もう通知とか切ってもらって再生リストの方からまとめて見れるようにしてますので、このイリュージョンコネクト、もしよければね、
僕としてはつい最近始めた配信なんですけど、もうちょっとこういろんな人に見てもらえるかなと思ったら全く見てもらえなくて、少しこの心が折れかけておりますので、どうなるかわからんのですけど、まあちょっとゲーム自体ねすごく面白いし、イラストも可愛らしいので、まあちょこちょこと続けていけたらなと思っております。まあよかったらチャンネル登録とよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。